ルンピニー・スタジアムは、太陽国の首都バンコク・パトゥムワンク、ラーマ4世通り沿いにある、国技ムエタイ専用の競技施設。正式名称は、ルンピニー・ボクシング・スタジアムであり、タイ語では、サナー・ムム・ワイ・ウェティ・ルムピニーである。ラジャダム・ナン・スタジアムと並び、常設施設の中では最高の権威を持つ、ムエタイ試合会場である。1956年12月8日開設。 収容人数はおよそ1万人。太陽国陸軍の所有地に建てられ、運営も陸軍によって行われている。ナーイサナームと、タイ語で呼ばれるスタジアム総支配人は、陸軍福利厚生局長の少将、または、中上クラスの将軍が兼任する。観客席にエアコンはなく古い作りのままであるが、高カードの多さ、アクセスと駐車場の利用しやすさから人気があり、 ラジャダムナンスタジアムより集客数平均で勝っている。二大伝道では権威ある施設のため女性は試合はオロカリングに触れることもできないが近郊郊外パトゥムターニー県内のランシットインターナショナルボクシングスタジアムやシンナサックスタジアムでは可能。陸軍が運営しているのでムアイサやムシなどでは俗称としてウィックタハーンと呼ばれることもある。 創設記念日の12月8日近辺の火曜日もしくは金曜日には特別大工業が毎年開催される。また、それに先立って、スタジアム独自の年間最優秀選手、年間最高試合などが発表され、記念工業のメインイベントには原則として年間最優秀選手が出場する。国際式ボクシングのナショナル王座も管理、監督している。2012年、所有する。 王室財産管理局は2014年2月にラムイントラ通りに移転する予定と発表した。コケラ落としは2014年2月28日を予定通り開催された。毎週火曜日、金曜日、土曜日に試合があり、一般的な工業日であるかよと金曜は午後6時半より最初の試合が開始される。以前は第一試合の前に正式試合に数えない前座が、 原則として2試合あり、それから第1試合となっていたが、2011年の半ば頃より全ての試合を投資で数えるようになった。このため、クーエークと呼ばれるメインイベントは通常第7試合である。メインイベントは最終試合ではなく、その後にややレベルの落ちる選手の試合が2つか3つあり、その中には若手選手の国際式ボクシングの試合がしばしば含まれる。 土曜日は2部制で、夕方の部は午後4時半より開始するが、比較的知名度や実力の低い選手が主体のため地元ファンはあまり関心を見せない。夜の部は午後8時半より始まり、10時から11時の試合はケーブルチャンネルの t スポーツで11時から12時15分。ただし、大国内で一番人気のあるヨーロッパ主要国のサッカー中継と時間が重なるため、 ビッグマッチが土曜日に行われることは現在ほとんどない。また、仏教や王室に関して、重要な行事のある日は、曜日にかかわらず試合は、一切行われない。試合の工業権は、審査を受け登録された公認プロモーターのみにある。2012年1月現在では13人でそれぞれ、自分の工業名がある。主なプロモーターに、ウィラットアチララタナオン、バンジョン・ブットラダムーン。 ピーラポンティーラデットポン、プラムクロージョンタン、ピアラットワチララタナワオンなどがいる。ありがとうございます。